えー、北朝鮮がですね、日本をどこでもですね、攻撃するミサイルを持ち、それを日本が防ぐことが全くできず、えー、ミサイルの頭に乗せる核弾頭に乗せる、えー、核爆弾はですね、広島の10倍を超えると、まあこういう状態なんですよね。もう一回言いますと、北朝鮮が日本を攻撃しようとしたら、 東京なら東京、大阪なら大阪にですね、狙いをつけて、えー、広島原爆の10倍ぐらいの威力を持つ核弾頭をつけて、そして、えー、日本に向けて発射すると。日本はイージス艦でも、パトリオットでもそれを容撃することができずに、あえなく50万とか100万の人が核爆弾によって亡くなると。こういう状態であると。 いうこ,とですね、このブログで、えー、明らかにしましたようにまず日本は自衛できないとまずこれが第1ですねそれから第2は北朝鮮の技術は時々刻々上がりもう既に完全な実戦段階にあるということですね今まで日本がそれをなぜ放置してきたかということについてはまあこれはこのシリーズ北朝鮮の核爆弾で徐々に明らかにしていき 我々が大人として、親として、日本の子供たちを守ることができる方法があるかということを探っていきますが、まず第一に非常に皆さんが心配しているとおそらくですね、これだけの核実験をするんなら、北朝鮮が日本を攻撃してくるかどうかということですね。これが一番重要ですね。もちろん政府の言ってるなんか竹やり式みたいな、まず北朝鮮に文句言うとか、それからなんか、 建物の陰に隠れるなんていうんで身を守れるレベルではないんでですね我々はもっと冷静に政府に安全を託するんじゃなくて自分たち自身で身を守っていかなかんないという段階に突入したと考えられます北朝鮮はなぜミサイルを持ち核保有国になろうとしてるのかこれはもう極めて簡単ですねアメリカが北朝鮮をなくそうとしてるからですよ これはもうはっきりとしてるわけですね。日本人はですね、いつも口では建前を言って実行しませんから、その口で言ったってどうとこないと思ってますけれども、えー、世界の多くの国の人たちは口で言えば実行するんですね。アメリカはブッシュ大統領がかつて悪の数軸国というのを指定して、その中にイラク、北朝鮮が入ってるわけですね。で、その通りイラクを全滅させ、 セイン大統領を全く何の罪もないのに公式にして死亡させました。イラクはそれまで、まあ、曲がりなりにも何とかやっていたんですが、今はですね、戦争からはですね、テロは続き、混乱し、IS 国はでき、もうイラクの人はものすごく苦しんでるわけですね。こういう状態になるのを北朝鮮の指導部がそのまま認めるってことはありえませんよ。つまり悪いのは、 悪の数軸はアメリカなんですよね。北朝鮮じゃないんですよ。しかし、現実にアメリカがですね、北朝鮮を滅ぼそうとしてるなら、北朝鮮は守る手段は一つしかないんですよ。それは核爆弾とミサイルなんですよね。だからその通り、まあ国も貧乏なんですが、北朝鮮は。頑張って北朝鮮の人は、ミサイルと核実験を続けてるわけですね。 これ以外に北朝鮮の人たちが大量に殺されることを防ぐことをできないんですよ。イラクみたいになっちゃうわけですから。イラクはアメリカがですね、大量破壊兵器があるという嘘を言い、もう最初から嘘であることを知ってて嘘を言い、そして攻めて滅ぼして大量の人を殺したわけですね。日本にいますと NHK とかアサシもいますから、イラクの死亡数も知らないんですよ、みんな。戦争の死亡数も知らないんです。 がフセイン大統領の時代がどうだったかも知ら、ないんですよだから全然そういう間違った感覚で、アメリカは偉い、アメリカは偉いって言ってるんですけども、日本の祖先、先祖ですよ。あの、アメリカと戦ったのは。だから、本当に現在の日本人とては、へなちょこなってるわけですね。それで、北朝鮮がだから、ミサイルと原爆を持ってるのは、北朝鮮の国と国民を守るためで当たり前のことなんですよ。 それは日本は北朝鮮を攻めないと言ってるわけですからだからこれはもうはっきりとしてて日本を攻めてくることはないんですよもし日本を攻めたとしますね日本に原爆を落としたとしますとアメリカは自分のところに落とされたんじゃないんでえー、っと北朝鮮に報復するかどうかはっきりせずまた報復するにしても限定的な報復をするでしょうねだから じゃあ北朝鮮は何のために貴重な、自分たちの貴重な核爆弾を使って、アメリカは日本、あの北朝鮮が日本を攻め、あの、に原爆を落としたらですね、アメリカがやることはですね、北朝鮮のミサイルと原爆を爆撃するだけなんですよ。だから結局北朝鮮はせっかく今まで、えー、30年もやってきた自国の防衛体制が崩されちゃうんですよ。で何にもならないわけですよ。 そのくらいのことは北朝鮮ももちろんよくわかってるわけです。北朝鮮は国を守りたいと言ってるだけなんですよ。国民と国を守りたいと言ってるだけなんです。私たちの日本の政治体制と違いますけどね。違いますけども、国を守りたいとこう言ってるわけですね。国を守る権利は誰にでもあるんですよ。どこの国にでも。だからアメリカが北朝鮮はもう悪の数字国とか潰してしまわなきゃいけないっていうのが悪なんですよ。 それは当たり前のことですよね。まず日本はその態度をはっきりさせることですよ。国際的に。北朝鮮とアメリカの関係ではアメリカが悪いんだと。アメリカが問題なんだと。まず北朝鮮は国なんだから、それを悪の数軸とか勝手に言うんじゃなくて、北朝鮮をちゃんと尊敬しなさいって言わなきゃいけないんですよ。私があの、右翼の人たちから攻撃されてるのはですね、まあ、朝鮮の人たちは戦友だからと言ってるんですよね。 この言い方は何かって言いますとね、日本と朝鮮と争う必要がないんですよ。争う必要がないのに争ってんのはなぜかって言ったら、まず第一にアメリカがそうさせてるってこと。第二に日本の中の反日日本人がそうさせてるっていうことなんですよ。それから反日日本人じゃなくてもそれに引きずられて、多くの国民が朝鮮、韓国とか北朝鮮を悪く言うんですよ。それによって、 関係が悪くなってるから、北朝鮮がミサイルを開発し、核実験をやり、それで現在日本の国民が怖が、怖い思いをしているのはなぜかっていうと、アメリカと反日日本人と日本人の多く、ですから厳しく言えば自作自演なんですよね。もしもですよ、日本はアメリカと戦ったわけですよ。独立をかけて。その精神が今でも魂が残っていればですね。 そしたら、アメリカちょっと、ま、あなた待ちなさいよと。あなたが核持ってる。1054回核実験した。北朝鮮は確かに今回で6回核実験したかもしれない。北朝鮮とアメリカとど,どっちが偉いんですかと。アメリカは偉いって決まってんですかと。それで苦しんだのが戦前の日本人なんですよ。だから私はですね、まあ、右翼の人たちからバッシングされるんですが、北朝鮮の悪口を言わないんですよ。 なんで言わないかって、これウエストファリア精神なんですけれども、悪口言うんなら黙ってて戦争した方がいいんですよ。他人の国なんですから、他人の国の悪口言ったって何にもらないんですよ。戦争になるだけなんですよ。悪口なんか言ったってどうにもなんないんですよ。悪口じゃなくて、もしやるなら戦争なんですよ。国際的には戦争をやるか、友好を深めるかの二つしかないんですよ。 敵対している状態で戦争する気がないっていう、今の日本が一番危ないんですよね。敵対はしてて戦争する気ない。戦争するだけの勇気はないけれども、敵対だけして悪口だけ言うって、これが一番よくないんですよ。子供の喧嘩みたいなもんで。だから、有効にして戦争の準備はしとくってことなんですよ。私が言ってるのは、朝鮮の,もあの悪口は言わないと。絶対北朝鮮の悪口は言わないと。 同胞だと言っとくと。だけども北朝鮮が攻めてきたときは、日本の子供たちを守れるようにはしとくっていうのは、これが僕なんですよね武。武田が言ってることなんですよ。今全く逆なんですよ。北朝鮮の悪口を言って、北朝鮮からなんか攻撃が来ると怯えて、しかも怯えてるのに防御の準備はしてないって。これではダメなんですね。まあ幸い今のところですね、北朝鮮の敵はアメリカですから、 これを絶対に間違えちゃいけないということですね。まあこれからいろんな人がテレビ出て言うでしょうけど、まあこの前は僕全然話しておりますが、ある音楽家が、演奏家がですね、コンサートで中学生かなんか男の子をビンタしたんですよ。そしたらね、今までね、暴力はいけない、暴力はいけない、体罰はいけないって言ってたテレビのコメンテーターが一斉にね、無理ないことだって言うんですよ。むしろいいって言うんですよ。こんなね、テレビを 番組をしてたらねそれよりかずっとずっと難しいこの北朝鮮の問題なんかは非常な危険な状態で推移するってことになりますね。で滅ぼして大量の人を殺したわけですね。日本にいますと NHK とか朝日新聞いますからイラクの死亡数も知らないんですよみんな戦争の死亡数も知らないんです。だからフセイン大統領の時代がどうだったかも知らないんですよ。だから 全然そういう間違った感覚でアメリカは偉い、アメリカは偉いって言ってるんですけども、日本の祖先、先祖ですよ。あの、アメリカと戦ったのは。だから、本当に現在の日本人とはヘナチョコになってるわけですね。それで北朝鮮がだからミサイルと原爆を持ってるのは、北朝鮮の国と国民を守るためで当たり前のことなんですよ。それは日本は北朝鮮を攻めないと言ってるわけですから。だからこれはもうはっきりとしてて、 日本を攻めてくることはないんですよ。もし日本を攻めたとしますね。日本に原爆を落としたとしますと、アメリカは自分のところに落とされたんじゃないんで、えー、っと、北朝鮮に報復するかどうかははっきりせず、また報復するにしても限定的な報復をするでしょうね。だから、じゃあ北朝鮮は何のために貴重な、自分たちの貴重な核爆弾を使って、アメリカは日本、あの、北朝鮮が 日本に原爆を落としたらですねアメリカがやることはですね北朝鮮のミサイルと原爆を爆を撃するだけなんですよだから結局北朝鮮はせっかく今まで、えー、30年もやってきた自国の防衛体制が崩されちゃうんですよで何にもならないわけですよそのくらいのことは北朝鮮も,もちろんよくわかってるわけです北朝鮮は国を守りたいと言ってるだけなんですよ 国民と国を守りたいと言ってるだけなんです。私たちの日本の政治体制と違いますけどね。違いますけども、国を守りたいとこう言ってるわけですね。国を守る権利は誰にでもあるんですよ。どこの国にでも。だからアメリカが北朝鮮はもう悪の数字国とか潰してしまわなきゃいけないっていうのが悪なんですよ。それは当たり前のことですよね。まず日本はその態度をはっきりさせることですよ。国際的に。 北朝鮮とアメリカの関係ではアメリカが悪いんだと。アメリカが問題なんだと。まず北朝鮮は国なんだから、それを悪の数軸とか勝手に言うんじゃなくて、北朝鮮をちゃんと尊敬しなさいって言わなきゃいけないんですよ。私があの、右翼の人たちから攻撃されてるのはですね、まあ、朝鮮の人たちは戦友だからと言ってるんですよね。この言い方は何かって言いますとね、日本と朝鮮と争う必要がないんですよ。 争う必要がないのに争ってるのはなぜかって言ったら、まず第一にアメリカがそうさせてるってこと。第二に日本の中の反日日本人がそうさせてるっていうことなんですよ。それから反日日本人じゃなくてもそれに引きずられて、多くの国民がそうも知らないんですよ、みんな。戦争の死亡数も知らないんです。フセイン大統領の時代がどうだったかも知らないんですよ。だから、 全然そういう間違った感覚でアメリカは偉い、アメリカは偉いって言ってるんですけども、日本の祖先、先祖ですよ。あの、アメリカと戦ったのは。だから、本当に現在の日本人とはヘナチョコになってるわけですね。それで北朝鮮がだからミサイルと原爆を持ってるのは、北朝鮮の国と国民を守るためで当たり前のことなんですよ。それは日本は北朝鮮を攻めないと言ってるわけですから。だからこれはもうはっきりとしてて、 日本を攻めてくることはないんですよ。もし日本を攻めたとしますね。日本に原爆を落としたとしますと、アメリカは自分のところに落とされたんじゃないんで、えー、っと、北朝鮮に報復するかどうかははっきりせず、また報復するにしても限定的な報復をするでしょうね。だから、じゃあ北朝鮮は何のために貴重な、自分たちの貴重な核爆弾を使って、アメリカは日本、あの、北朝鮮が 日本に原爆を落としたらですねアメリカがやることはですね北朝鮮のミサイルと原爆を爆を撃するだけなんですよ。だから結局北朝鮮はせっかく今まで、えー、30年もやってきた自国の防衛体制が崩されちゃうんですよで何にもならないわけですよそのくらいのことは北朝鮮も,もちろんよく分かってるわけです北朝鮮は国を守りたいと言ってるだけなんですよ 国民と国を守りたいと言ってるだけなんです。私たちの日本の政治体制と違いますけどね。違いますけども、国を守りたいとこう言ってるわけですね。国を守る権利は誰にでもあるんですよ。どこの国にでも。だからアメリカが北朝鮮はもう悪の数字国とか潰してしまわなきゃいけないっていうのが悪なんですよ。それは当たり前のことですよね。まず日本はその態度をはっきりさせることですよ。国際的に。 北朝鮮とアメリカの関係ではアメリカが悪いんだと。アメリカが問題なんだと。まず北朝鮮は国なんだから、それを悪の数軸とか勝手に言うんじゃなくて、北朝鮮をちゃんと尊敬しなさいって言わなきゃいけないんですよ。私があの、右翼の人たちから攻撃されてるのはですね、まあ、朝鮮の人たちは戦友だからと言ってるんですよね。この言い方は何かって言いますとね、日本と朝鮮と争う必要がないんですよ。 争う必要がないのに争ってるのはなぜかって言ったら、まず第一にアメリカがそうさせてるってこと。第二に日本の中の反日日本人がそうさせてるっていうことなんですよ。それから反日日本人じゃなくてもそれに引きずられて、多くの国民が朝鮮、韓国とか北朝鮮を悪く言うんですよ。それによって関係が悪くなってるから、北朝鮮がミサイルを、それによって関係が悪くなってるから、 北朝鮮がミサイルを開発し、核実験をやり、それで現在日本の国民が,怖,が怖い思いをしているのはなぜかっていうと、アメリカと反日日本人と日本人の多く、ですから厳しく言えば自作自演なんですよね。もしもですよ、日本はアメリカと戦ったわけですよ、独立をかけて、その精神が今でも魂が残っていればですね。そしたら、 アメリカちょっとあなた待ちなさいよとあなたが核持ってる1054回核実験した北朝鮮は確かに今回で6回核実験したかもしれない北朝鮮とアメリカとどっちが偉いんですかとアメリカは偉いって決まってんですかとそれで苦しんだのが戦前の日本人なんですよだから私はですね、まあ、右翼の人たちからバッシングされるんですが北朝鮮の悪口を言わないんですよ なんで言わないかってこれウェストファリア精神なんですけれども悪口言うんなら黙ってて戦争した方がいいんですよ他人の国なんですから他人の国の悪口言ったって何にもならないんですよ戦争になるだけなんですよ悪口なんか言ったってどうにもなんないんですよ悪口じゃなくてもしやるなら戦争なんですよ国際的には戦争をやるか友好を深めるかの2つしかないんですよ 敵対している状態で戦争する気がないっていう、今の日本が一番危ないんですよね。敵対はしてて戦争する気ない。戦争するだけの勇気はないけれども、敵対だけして悪口だけ言うって、これが一番良くないんですよ。子供の喧嘩みたいなもんで。だから、有効にして戦争の準備はしとくってことなんですよ。私が言ってるのは、朝鮮の,もあの悪口は言わないと。絶対北朝鮮の悪口は言わないと。 同胞だと言っとくと。だけども北朝鮮が攻めてきた時は、日本の子供たちを守れるようにはしとくっていうのは。これが僕なんですよね武。武田が言ってることなんですよ。今全く逆なんですよ。北朝鮮の悪口を言って、北朝鮮からなんか攻撃が来ると怯えて、しかも怯えてるのに防御の準備はしてないって。これではダメなんですね。まあ幸い今のところですね、北朝鮮の敵はアメリカですから、 これを絶対に間違えちゃいけないということですね。まあこれからいろんな人がテレビ出て言うでしょうけど、まあこの前は僕全然話しておりますが、ある音楽家が、演奏家がですね、コンサートで中学生かなんか男の子をビンタしたんですよ。そしたらね、今までね、暴力はいけない、暴力はいけない、体罰はいけないって言ってたテレビのコメンテーターが一斉にね、無理ないことだって言うんですよ。むしろいいって言うんですよ。こんなね、テレビを 番組をしてたらね。